遅い。ちょっと動きましょうか。全然動かないよ。3D スティック、これで。え？あ、これ。昔はファミコンこれで動いたんだよ、これ。あ、来やがった。誰これ。あ、この、あ、危ねえ。観客殴りそうな。これ観客殴れんの？観客絶対殴れちゃうんです。それ一般人巻き込むんです。ほら、もうこれ。この野郎、そこまで動きやがった。これ、KO、これ。KO です。いや、一般人殴りたかったわ、今。あ、こいつら、あ、この野郎。今俺になんかしなかったか、こいつ。一般人からあ、姉ちゃん姉ちゃん後ずさりするぞ、この姉ちゃん、ね、よかったらお茶でも飲むんじゃない、喋れないよ、これあ、そうです、そこまで自由には喋れない、できねえんだ、もうちょっとそういうのやってくれたら俺別の楽しみ方するあ、一番札あげなくていい、乗れん、あ、乗った、これ来たよ、なんで俺だけ前のめりなんだっていう、おう、ずいぶん待たしてくれるじゃねえか、偉くなったもんだな、ここにしね、キャスティングだったりなんかそういうのなんかやっぱハマってるよね、いや、ゼロがでもやっぱ評判すごくいいです、そうだろう、はい、じゃあてめえはクリアしたってことは俺を5回も殴り倒したのか、踏んづけてやったとかって言われる小学生俺言うんじゃねえよでもちょっと俺と戦ってみたい気がするよね、なんかね、俺が俺に負けるかもしれない、面倒なことをしてくれたもんだ、怖いね顔、いや本人が見てればそう思います、クゼマンキー迫力ちょっとえげつないっす、金貸しから指示だ顔の演技の演技してない、あ、そうですね、声入れてるだけ、うん、俺ほらゲームでこれ見たことないから、ああ、そう、なるほどなるほど、この入れ墨の柄とか描くのも大変だろうな、画面と見比べてるんですけど、見比べんない、いかついこの座り方とかできますか、いや、できるよ、それ別に体は硬いけど、これぐらいはできるゲームとかアニメって何でもやりたいことできるもんな、そうっすね、龍河如く人気なのってこうストーリーも面白いやろ、きっと、いや、ストーリーも面白いですよ、これの台本読んだ時ほんと面白いと思ったけど壮大だなと思ったこれを実現すんできんなハリウッドじゃねえかと思ったぐらい、しかもゲームだからメインのストーリー以外のサブストーリーまで考えてるじゃん、ね、小沢ついに小沢さん演じられたクゼの兄貴と対面されましたけど、いかがでした、うん、実際にファイトするシーンとかも出てくると思うんで、あ、ぜひ俺ちょっと俺と戦いってみたい、負けんのも嫌だし勝つのも複雑だよな番組見てるみんなグッドボタン押さねえとお前の夢にクゼを送り込むぞ。